三崎公園、三崎公園球技場三崎公園球技場は、兵庫県神戸市兵庫区の三崎公園内にある、球技場である。施設は、神戸市が所有し、日本プロサッカーリーグビッセル神戸の運営会社であり、楽天の子会社である楽天ビッセル神戸が、都市公園法に基づく管理許可制度により、運営管理を行っている。なお、神戸市中央区に本社を置くのエビアが、 命名権を取得しており、2013年3月1日から、ノエビアスタジアム神戸の故障を用いている。なお、命名権が導入されるまでの愛称は、神戸ウィングスタジアムである。1970年、旧神戸競輪場跡地に、神戸市立中央競技場として開場。国内初の夜間照明を備えた本格的な、競技専用の競技場で、当時は1万3千人収容。 メインスタンドが座席、バックスタンドは立ち見、ゴール裏は芝布席であった。日本サッカーリーグ時代は主にヤンマーディーゼルサッカー部の試合を中心に開催され、松下電気産業サッカー部の試合でも使われた。J リーグ発足後は1992年の J リーグカップでガンバ大阪が主催試合を行ったが、その後はスタジアム規定や、 後日の改修工事などの関係で、トップチームの試合には使われず、J サテライトリーグが主であった。中央球技場時代には、日本男子代表の国際 A マッチ開催はなかったが、1981年9月6日に、サッカー、日本女子代表の日本国内での最初の国際 A マッチが開催されている。なお、1970年代から1980年代にかけて、 トッテナムホットスパーをはじめとする欧州の強豪クラブを迎えて日本男子代表が親善試合を開催した記録がある。1979フィーファワールドユース選手権が日本で開催された際には神戸中央球技場も会場となりグループリーグ C のリーグ戦と準々決勝、準決勝1試合ずつが開催された。また、社会人、大学、 高校のアメリカンフットボールの試合会場としてもしばしば使用された。2002FIFA ワールドカップの開催に合わせて仮設席を含んでの4万人規模の収容能力を有するスタジアムとして改築された。1995年に発生した阪神、淡路大震災からの復興の途上で改築計画が立てられたため、一時は予算の制約から計画の中止も検討されたが、 結局は当初の計画に沿って中央球技場の改築へ着手した。2001年11月にまずゴール裏の仮設席を含めた W 杯企画の4万2千人収容のスタジアムとして第一次オープン。同月にビッセル対横浜 F マリノス戦でコケラ落としが行われた。春光寺は試行に携わった神戸成功所と大林組の 共同企業体からの事業提案を受けて、両者が出資して設立された、神戸ウィングスタジアムが、都市計画法に基づく管理者として、運営管理に当たった。2003年に仮設席を撤去し、3万4000人収容に、するとともに、開閉屋根やパノラマレストラン、スポーツ事務施設などを整備した。同年よりビッセル神戸が、ホームスタジアムとして使用している。 2015年3月2日にラグビーワールドカップ2019の開催会場となることが発表された。2017年10月より芝の改修工事に行い、日本のスタジアムでは前例のない天然芝に人工芝を挿入した、いわゆるハイブリッド芝のシスグラスが導入された。2017年12月13日、神戸ウィングスタジアムとの15年間の管理。 運営契約が満了となるのを踏まえ、ビッセル神戸の運営会社である楽天ビッセル神戸からの申し出を受け、同社との間で平成30年度から10年間の管理運営に関する基本協定を締結した。2018年の末に改修工事を実施。場内の照明が神戸市によって LED ライトへ完全に置き換えられたほか、選手ゲートの真横に VIP ラウンジを新設した。2019年からは、ビッセル神戸主催の J1 リーグ公式戦開催日に限って、ピッチサイド上でタッチラインから6メートルしか離れていない場所に特別席を設けている。なお、2020年の初頭から新型コロナウイルスの感染が拡大していることを受けて、 2021年 J リーグ開幕直前の2月22日には散布型ドローンを用いた新型コロナウイルス感染症対策としての実証実験として光触媒コーティングをすべての観客席に施した。日本国内のプロスポーツの本拠地である屋外型スタジアムでは初めての試みで光を浴びることによって抗菌効果を発揮する自己結合性酸化チタン分散液を 大型の散布型ドローンからスタンドに向けて噴射。ナノゾーンソリューションは、一回散布すれば、蒸気の効果がおよそ2年間持続するとされていて、2021年4月22日には、楽天生命パーク宮城でも大型ドローンから散布されているが、東急技場とともに散布後も、使用時の消毒作業を継続している。さらに、日本政府が65歳以上の国民を対象に、 モデルナ社製のコビットワクチンを接種する方針を決めたことを受けて楽天グループでは東京議場内の施設の一部を神戸市民向けの接種会場に提供専用サイトで接種日時の予約を済ませた市民に向けた大規模接種会場としての運用を神戸市による統括指揮の下で2021年5月31日から開始した 楽天グループの会長でビッセル神戸のオーナーでもある三木谷博史によれば民間の知恵を活用しながらワクチン接種効率化のモデルケースを作りたいとのことで全国の大規模接種会場では初めてのオンライン予診を導入するなど1日あたり5000名規模までの接種に対応ビッセルのホームゲーム開催日にも原則として接種を実施する 外観ラグビートップリーグの試合風景。ワールドカップ時の北側仮設スタンドラグビーでも使用可能な球技専用スタジアム。当初は全面天然芝であったが、後にサッカーピッチの外側はロングパイル人工芝に張り替えられている。スタンドはピッチ周辺に平行に設けられている。メインスタンドが2層式で、サイドスタンドバックス,スタンドが1層式。2階部分には、 メインスタンドとサイドスタンドを結ぶコンコース通路が設けられている。全席がすべて背もたれとカップホルダー付きの座席となっており、座席下部から温空、または冷風を送り込む空調システムがついている。また、南サイドスタンドの一部には床発電システムが据え付けられている。サポーターが飛び跳ねることで床に設置した発電装置を稼働させ、この時発生した電力は、 試合終了後、観客誘導用の照明に使われる。2002FIFA ワールドカップでは両、サイドスタンドの上下に、鉄パイプで足場を組んだ仮設席を設けて4万2000人収容を確保しており、W 杯終了後に仮設席を撤去して3万4000人収容に縮小している。撤去された仮設席のうち1300席分は、チューブ野人スタジアムの座席として、 再利用された。一時は、ビッセルのホームゲーム時にメインスタンド上層部を利用しなくなり、主催試合開催時は3132人となっていた。当初は、寒冷通り来たスタンドがサッカー時のホーム側とされていたが、ビッセル神戸、サッカー日本代表、イナック神戸レオネッサは、南スタンドをホーム側に変更している。2018年より、 メインスタンド上層部の使用を再開したが、収容人数は28,425人と変更し、2021年現在は29,631人となっている。大型映像装置は、バックスタンドと北サイドスタンドの間、およびメインスタンドと南サイドスタンドの間に対象する形で 11.2X6.02 メートルのものが一機ずつ設置されている。 設置当初は三菱電機製オーロラビジョンだったが設置されて8年以上経過し保守用の部品の調達が困難になったことから2010年に場外のビジョン1機とともに LED 加工新工事を行いパナソニック製のウィングビジョンへ切り替わりハイビジョン映像にも対応したまた音響設備は神戸市に本社がある TOA のシステムが納入されている 屋根はスタンド部分の真上に全て設けられており、開閉式屋根は4枚で構成され開放時はサイドスタンドに2枚ずつ収納されている。基本的に、工具時には屋根が閉められるが、2008年12月6日の J1 最終節、ビッセル柏レイソル戦は屋根が開けられた状態での開催で、試合途中に雪が降った中の試合となったことがある。立体トラスが多用されている。 2002年の W ハイジは、サイドスタンド上側に仮設席を設けるために、サイドスタンドと開閉式の屋根を作らないままで、開催された。バックスタンド上段から撮影した、稼働屋根クローズ時の三崎公園球技場のパノラマ。画像の向かって、左側が南サイドスタンド、右側が北サイドスタンド、中央部分がメインスタンド。座席の色も、角。 スタンドごとに異なっている。三崎公園球技場では2005年シーズンから観客席に命名権を導入した。ビッセルのホームゲーム開催時に限り、メインスタンドとバックスタンドに企業名を冠し、広告収入はビッセルの運営会社であるクリムゾンフットボールクラブが受受するというもの。メインスタンドはビッセルのスポンサーでもある楽天、バックスタンドは同じくビッセルのスポンサーである。 川崎重工業となり、それぞれ楽天スタンド、川崎スタンドと案内されていた。川崎重工業は2006年までの2年契約で更新はされなかった。楽天は契約を続けていたが案内でもほとんど強調されていなかった。神戸市とクリムゾン FC は三崎公園球技場の施設命名権のスポンサーを募集。 2007年2月に不動産ポータルサイト、ホーム S を運営する NEXT が年額7000万円で、命名権を取得、ホームズスタジアム神戸の故障を使用した。なお、天皇杯全日本サッカー選手権大会や、全国高等学校サッカー選手権大会の各県予選など、兵庫県サッカー協会の主催試合の際は、元の神戸ウィングスタジアムの名称を使用したことがある。 2010年には2013年2月28日まで契約が更新され、引き続きホームズスタジアム神戸の名称を使用することになったが、略称、略号はホームズに変更された。なお、ネクストは2013年2月末の契約満了をもって命名権から撤退した。2013年1月30日、神戸市に本社を置く化粧品メーカーのノエビアが、 年額6500万円で命名権を取得した。2013年3月1日から3年間、命名権により、ノエビアスタジアム神戸の故障を使用している。2016年3月1日から3年間、年間6685万円で契約更新。さらに、2019年3月1日から3年間、年間6200万円で契約更新。なお、 国際サッカー連盟やワールドラグビー等が主催する大会では会場を企業名等を用いない名称とすることが求められておりラグビーワールドカップ2019では正式名称である神戸市三崎公園球技場をスタジアム名として用いた命名権募集をしていなかった 2002FIFA ワールドカップでは当時の愛称であった神戸ウィングスタジアムとなっていた 2003年秋以降、芝生の生育状態が芳しくなく、サッカーをはじめとするスポーツイベントの開催に支障をきたしている。開閉式屋根の設置により日照及び通風が阻害されていることが原因とされており、ビッセル神戸が芝生の育成状態の改善を要望し、十分な育成が整わない場合は、神戸総合運動公園ユニバー記念競技場をメインに戻し、 サブに降格させると2004年9月にスタジアム側へ通告する事態にもなった。これを受けて神戸市では2003年と2004年にそれぞれ2回2005年2006年にも芝の全面張り替えを行い、その後は芝の栽培技術改良に伴い徐々に毎年の張り替え面積を減らしてきていた。また一般利用とアメフトでの利用を一時停止し、 2005年3月に、両、サイドスタンド上部の壁に、通風口を約7000万円かけて設置するなどの対応を行った。しかしながら、抜本的な改善策には至らず、夏場には、芝が剥がれるなど荒れた状態が続き、特に2015年には、ビッセル監督のネルシーニョや選手らがピッチへの不満を口にし、さらにビッセルのオーナーである、三木谷博士が、 自身のツイッターで12年間言い続けましたが、芝が良くならない。そろそろ決断の時かな、と、スタジアムへの不満を明らかにするツイートを記すなどの事態となった。こういった状況を受け、ビッセルでは、当スタジアムで開催予定だった J1 セカンドステージ第9節サガントス戦及び J リーグ山崎ナビスコカップ準々決勝第2戦カシアレイソル戦を、 ユニバー記念競技場での開催に変更した。2016年に10年振りの芝全面張り替えが行われ、2018年には日本初のハイブリッド芝のシスグラスが導入された。2018年6月16日ラグビー日本代表 VS イタリア代表の試合が行われ芝生の痛みが心配されたが、試合後の痛みはなく、 また選手からも天然芝との違いがわからないと好評であった。ハイブリッド芝の強度、効果が証明された。国内試合国際試愛情術の通り、当地の前身は神戸競輪場である。第二次世界大戦の空襲被害で閉鎖された金ヶ淵宝防石標の工場跡地を神戸市が買い取り1949年10月15日に開設。一周500メートル。 主に神戸市が主催者となった。開設当初より統計林上の警備や売店など暴力団が受け持っていた。1950年9月、利権争いをめぐって山口組と再会組の抗争事件が起こった。1956年8月下旬から9月上旬にかけて当時特別経輪であった全国都道府県選抜経輪が開催されたが、 1960年12月8日の開催を最後に廃止された。ありがとうございます。